こう溺愛しているなんていうね、コメントもありましたけども、蒼国来中国出身の力士です。先場所十両で優勝を果たしてこの幕内に帰ってまいりました。ただ今場所は負け越しが決定しています。まあ、ただ親方よく言われるのは、はい、負け越してからが大事だよなんていうふうに言われますよね。そうですね、負けてからかその後の勝ちですよね、拾っていかないと、ね、次の場所につながらないですね。でも負け越した後の試合っていうのは、はい、結構心境的にはきついものがありますか。いや、そういったことないです。もう思い切ってね、負け越してますから思い切っていけると思うんですけど、逆に吹っ切れて。そうですね。さあ時間になりました。その負け越しが決まっている蒼国来と勝ち越しをかける豊山、過去の対戦成績は1勝1敗です。ついて押して出ていきたい豊山、回しを取りたい蒼国来です。左をっつけて前に出ていきます豊山、前回しを欲しい蒼国来、取らせません。右一瞬覗いたんですが蒼国来ついて前に出ていく、うまく最後は体を開きました。蒼国来の勝ち。豊山バタリと前へ、勝ち越しならずお預けという状況です。さあリプレイご覧いただきましょう。親方に解説していただきたいと思いますが、はい、立ち合いはいかがでしたか。立ち合いはやっぱり豊山いい当たりができたと思うんですけど、よく考えてね、この手をね、下から下から出てるんですよね、はい、ですからちょうど右の肘の腕が